お祈りします。愛する天の父なる神様、あなたの名を褒め称えます。今日の日もあなたが私たち一人一人に与えてくださり感謝します。そして週の半ばに神の家族とともにあなたの宮に集まり、あなたを賛美し御言葉を学び、共に祈り合える恵みをありがとうございます。あなたによって生かされて、また主イエスキリストにあるその永遠の命、罪の許し、神の子供、神の家族の一員としての祝福を今日も与えてくださっていることをありがとうございます。引き続き私たち一人一人はあなたの御霊と御言葉によって導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書をご一緒に見てまいりましょう。今日の箇所は詩編126編になります。詩編の126編、詩編126編をお読みいたします。都登りの歌。主がシオンの囚われ人を返されたとき、私たちは夢を見ているもののようであった。そのとき私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。そのとき国々の間で人々は言った、主は彼らのために大いなることをなされた。主は私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んだ。主よ、ネゲブの流れのように私たちの囚われ人を帰らせてください。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。収穫の喜びということで見ていきます。この詩編126編ですが、最後の5節と6節、涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。まあそういうふうにあるんですが、その種をまく人のこと、種まきをする人、まあ、そこにはいろんな大変なことや苦しいこと、困難なことがあると。しかし種をまくことによって収穫がある。そしてそこにはいろんな苦しみや困難、大変さ、それを経験するんですが、それよりはるかに勝る大きな喜びがあると、まあそういうことを言っているんですね。涙のともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取る。種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくると。まあここおそらくただ単にこう農作物のこと、畑で取れるさまざまな収穫物のことをこう言ってるんじゃないということはわかるんですね。っていうのはこの1節から4節と4節を見るとですね、全く違うことをここで言ってるんですね。1節2節、主がシオンの囚われ人を返されるとき、私たちは夢を見ているもののようであった。そのとき私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。その時国々の間で人々は言った、主は彼らのために大いなることをされた。ですから全くその畑のこととか、作物のこと、種を植えるっていうこととは違うことを言っているんですね。
でこのシオン、まあ、シオンってこれイスラエル、ユダヤ人、ユダヤ民族のことですね。それをこうシオンという、まあ、クリスチャンの名前でもシオンちゃんとかシオンと呼んでます、イスラエルの人たち、ユダヤ人、ユダヤ民族のことをこう、シオンという言い方で、聖書の中では、旧約聖書の中で繰り返し使われているんですね。で、この主がシオンの囚われ人を返された時とありますので、まあ、おそらくここはイスラエルの人々が囚われていた状態から返された、まあ、バビロンというところにユダヤ民族はこう捕囚になった、まあ、北のイスラエルはアッシリア、そして南のユダはバビロンに捕囚になったという、まあ、紀元前500年から530年ぐらい、約70年間そのユダヤの人々バビロンに囚われていたんですが、そこからこう帰ってきた時、返された時、つまり元の今のイスラエルの場所にこう戻ることができた時、その時に大きな喜びがあった、2節、3節、4節、主は私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んだ。主をネゲブの流れのように私たちの囚われと返されています。70年にわたるそのバビロンで囚われた状態からイスラエルの民がその地に戻ることができた、まあ、旧約聖書ではエズラとかネヘミヤにその辺が書いてあって、そしてエルサレムの壊された城壁、神殿、まあ、城壁が再建されたということが書いてあります。それは、主が私たちのために大いなることをされる、主によって元の場所に帰ってくることができた、元の場所に戻してくださったんだ、そのことによって私たちは喜んだ。つまり今自分たちがいた場所から離れてしまった、でもそこから元の場所に戻ることができた、帰ってくることができた、本来いるところに帰ってくることができた、そのことをすごく喜んだ、そして主によってそのことがなされたし、主が私たちをその本来の場所に元のところに戻してくださったんだ、そのことを喜ぶ、まあ、そういうことを言っているんですね。 3週間前かなのメッセージで少し言ったことなんですが、宗教というふうな言葉があって、まあ、英語で religion と言いますよね、宗教、religion というんですけども、その religion の re、re というのが元に戻るっていう意味ですよね、大体 re というのが使われている、repair とか、壊れていたものを戻すのが repair ですよね。Recover、 壊れていたものを元に回復するのが Recover、 Return、 元のところに戻るのが Return、 はい、で Religion、 でこれも戻るっていう言葉が使われている。ですから本来のその宗教、まあ、宗教ってこうキリスト教だけじゃなくて、まあ、ユダヤ教もあればアイスラム教もあればヒンドゥー教とか仏教とか神道とか、どの宗教でもその神様を求めるっていうことは同じですよね。神様を求めて、でその自分が信じるその神様、その神様に従っていくとか信仰を求めていく、その部分は同じですから、私自身もクリスチャンになる前にそう考えてたんですけども、その神を求める道っていうのはいろんな道がある、まあ、キリスト教の人もいれば仏教の人もいれば神道の人もいれば、でも結局いろんな道を求めても行き着く先は同じところに行くんじゃないか、結局神様っていうところに行くわけであって、それぞれ求め方はそのキリスト教で求めても、イスラム教で求めても仏教で求めても、
ヒンズー教で求めても何教で求めても結局神様を求めるんだから同じ神様のところに行くんでしょうと、だからなんでこの宗教じゃなきゃダメだとかですね、この宗教じゃなきゃ救われないとか、なんでそういう狭い考え方を持ってるんだ、そういう狭い考え方を持ってるから人間同士は争うし、宗教戦争っていうのは起こってくるわけだし、だから私最初アメリカに行ってそのクリスチャンの人からですね、いやイエス・キリストを信じなきゃ救われないんだよって、そんなわけないでしょうって、ね、そんな不公平な話ないでしょうって、それあなたはアメリカで生まれて育ってアメリカ人だから、キリスト教の国なんだからいいけども、私日本から来て、ね、私の家族も誰もクリスチャンいなくて、それでイエス・キリストを信じなきゃ救われないとかね、天国行けないとか、そんな不公平な話ってないですよって、っていうふうに思いました。おそらく多くの、日本人の人はそういうふうに考える、まあ、クリスチャンムーブでなければね、そういうふうな考え方持つんじゃないかなと思うんです。ヨハネの福音書の14章見てみましょう。新約聖書のヨハネの福音書の14章、ヨハネの福音書の14章の5節、6節。ヨハネの福音書の14章5節、6節、皆さんの聖書でそれぞれご一緒にお読みしましょう。ヨハネの福音書14章5節、6節です。3、はい。トマスはイエスに言った、主よどこへいらっしゃるのか私たちには分かりません、どうしてその道私たちに分かりましょう。イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません、まあ、訳によって多少言葉が違うんですが、まあ、同じことですね。でここで、まあ、トマスのイエス様の質問に対するイエス様の有名な答えが、私が道であり真理であり命なんだですね。私が道である、まあ、これ英語の聖書あるいはギリシャ語の聖書でもそうなんですけども、日本語だとこの単数とか複数とかですね、あるいは冠詞とか定冠詞とか、そういうのが日本語って、曖昧なんですが、まあ、英語もギリシャ語もはっきりしてるんですけども、イエス様、I am the way って言ってるんですね。I am the way。I am a way じゃないんですよ。私が一つの道だって言ったんじゃない。私がその道だ。I am the way。で、the truth、the life。私がその道であり、その真理であり、その命なんだ。だから I am a way。 イエス・キリストが一つの道であれば、他にも仏教の道とか、イスラム教の道とかヒンズー教の道とかいろんな道があってもいいんでしょう。でもイエス様、 I am the way、 the truth、 the life、 私が道だと。私が真理、私が命だから、私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。これも父の身元に行くことはありませんって言ってないですね。父の元に来ることはない、No one can come to the Father except by me。 Go to the Father じゃなくて Come to the Father、 つまりイエス様、父の方から言ってるんですね。父の方に来ることができないんだ。イエス様が道で、イエス様を通していなければこの地の神様のところに
来ることができない、イエス・キリストが父子聖霊の子なる神が人としてこの地上に生まれ罪から離れた人間、その罪を許してイエス・キリストを通して地の元に来ることができる。だからイエス・キリストを通してリターンすることができる、神様の方に戻ることができるんです、ね、だからイエス・キリストを通することによって私たちは父なる神様にリターンする、神様との関係がリカバーする、あるいは神様と離れてた関係がリユナイトする。これが本当のリリジョンなんです。人間が神様を求めるのが宗教なんですが、でもそれは同時に神様の方向に戻る、帰ること、罪によって神様から離れて人間は自分の努力で分けして神様のところに戻ることができない、だからこそ神ご自身が人になって人間の罪の身代わりになって地の元に戻る道を与えてくださった、リターンすることができる、それがイエス・キリストの十字架、そして復活である。で、まあ、そう聖書は教えています。で、今日のこの詩編の126編に戻るわけですが、その主がイスラエルの人々を返される、元の場所に返される、約束の地に返される、で、そのことをなすときに涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈る、と種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。その種の働きをしていくことによって、そこにはさまざまな困難、苦しみ、苦労があるけども、しかし神様のところに帰ることができる、そしたら本当に大きな、喜びなんだ、まあ、そういうことをこの箇所教えていると思うんですね。もう一箇所新約聖書から見ていきましょう。ガラテヤ人への手紙、新約聖書のガラテヤ人への手紙の6章です。ガラテヤ人への手紙の6章ガラテヤ人への手紙の6章の7節から9節7節から9節、ガラティア6章7節から9節をお読みします。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。ここでも明らかに農作物の種の話じゃないですよね。畑に種をまいてトマトがなりましたとかですね、そういう話じゃないですね。ここは8節でもあるように自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取る。永遠の命を刈り取る。イエス・キリストを信じて、その背後には聖霊なる神様が働いて、その働きをするときに永遠の命を刈り取る。だから善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。まあ、ここでもその主の働き、主の福音を伝える働き、そのことにさまざまな、まあ、困難や大変さ、苦しみがあるけれども、しかし神様が収穫の時を与えてくださり、そしてそれは素晴らしい、喜びなんだ、永遠の命に至る刈り取りなんだということを教えています。何回か報告してますけども、来月、今月だ、宣教月間というのを持って、
今年の2月にも選挙月間というのを行かれて思ったんですが、普段、まあ、私たちの教会は基本的に日本人連合のために神様から召された教会ですけども、しかしそれ以外の方から宣教師の方々とかですね、それ以外の場所でそれ以外の奉仕をしている方々も含めて広く世界宣教について教会として考えましょうと、まあ、そういう時です。2月にはタイに帰って宣教師を招きましたが、11月今月は第2週に台湾に行っている宣教師、OMF の宣教師ですが、ちょうど今台湾から、こちらに宣教報告で戻ってきて、あと4ヶ月か5月ぐらいしたらまた台湾に戻ると、そういう方なんですけども、第2週の礼拝に来てその台湾での宣教の働きを分かち合っていただきます。それ以外にも何人か私たちの教会あるいは教会の関係者の方に証しをしてもらいますが、今度の日曜日は私たちの以前教会のメンバーであったクリスとワン、モンゴルにもしばらく何年も宣教して行ってますけども、その宣教の報告、まあ、ビデオを通してですけども、見ることができるということです。私たちが本当に主の働きをするときにそこにいろんな困難がありますけども、その収穫の喜び、永遠の命を刈り取る、そういう喜びがあるんだということを改めて覚えるときとしたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの御名を褒め称えます。私たちはあなたから離れていたものですけれども、あなたのもとに立ち返ることができました。主イエスキリストの十字架と復活、また聖霊なる神様の働きを通して私たちは主を信じ、父なる神様のもとに今帰ることができていること、イエス様を通してイエス様だけがその父なる神様に帰る道であるということを改めて覚えることができて感謝します。そして私たちはやがて天の御国に帰ることが約束されていることを感謝します。この地上にあってはさまざまな困難や苦しみ、この罪の世の中ですが私たちは経験し、そしてやがてはこの地上での人生を終えます。しかしその後に天の御国に帰ることのできる、その素晴らしい約束を心から感謝します。どうかこの地上でその主の働きをキリストの体である教会としてこれからもしていくことができるように、涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう、種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる、この宣教の祝福、またその約束とともに歩むことができるように、今からの祈りの時も主が共にあって導いてください。神の家族のために私たちが諦めないで乗り続けることができるように、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。お祈りの時に入りたいと思いますが、はじめに全体の祈りの課題をいくつかお渡しして、個人の祈りの課題に移っていきたいと思います。全体の祈りの課題が、11月の祈りの課題、皆さんのお手元にございますでしょうか。ここから見ていきたいと思います。11月もいろんなこのような行事が計画されています。来週の金曜日、ワーシップナイト、IYG の人たちが計画しますが、どなたでも参加できると聞いています。そして今ちょっと話しましたが、第2日曜日は台湾宣教師、デイビッド・ルース・アルストーム先生たちが来てくださるですね。シニアズ友の会も、2週間後の目標ですね、予定されています。その他ジムナイトとか、クリスチャンマレッジセミナーと、これも基本的には誰でも参加できる、どの世代でも参加できる、結婚してる人してない人にかかわらずどの世代でも参加できるということです。最後の日曜日にはウェルカムサービスというのを2時に礼拝をして、夕食の交わりがあるということですね。はい。
全体を見て、その後、少し的な課題。